低現地リバコ惨敗に全般探ししてしまう。A メディア、スポーツバイブルは、ヨーロッパリーグでの惨敗後、サポーターは、ある選手に怒りをぶつけたと見出しを打ち、全般探しに注目している。ある選手に狙いを定めたと取り上げられたのは、ウルグアイ代表、フォワード、ダルウィン・ヌニエスだ。記事では、ヌニエスは前半に決定機を逃すなど、いくつかのビッグチャンスを台無しにする罪を犯した。ゴール前の決定力で、まだまだ物足りなさが残ったと指摘されている。サポーターの声も紹介しており、本当に信じられない。悲惨だ、スカマッカとヌニエスを比べると、彼がゴール前でいかに下手か、バレたと非難されている。今季公式戦で18ゴール13アシストを記録しているヌニエスだが、それ以上に決定機を外す場面が多く、リバプールがあらゆる優勝争いを演じる上で、さらなる成長が不可欠なのは確かだろう。リバプールがプレミア優勝するためには、ヌニエス、サラー選手が点取らんときつい。遠藤は疲労が見えたが、決して悪くはなかった。むしろ、攻撃陣の決定力不足が顕著。過密スケジュールが続くならもう、プレミア優勝一本に絞った方が良いのかもしれない。過密日程からの疲労、前線選手の決定不足、守備陣のミスによる失点。リバプール攻めるけど、前線の選手は得点機逃すの多いからな。何気にサラーも調子悪い、最近、シュートが枠に行かない気がするんだが、ヌニエス選手に落ち着きがあればな。本当に上がり症なのかもね。簡単なゴールを決められず、難しいゴールを決めるヌニエスだけど、簡単なゴールを決められるようになれば恐ろしい選手だよね。そういうタイプの選手は時々いるけど、ヌニエスには頑張ってほしい。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。